続いては松尾アナウンサーです。はい、今気になる話題を私松尾がプレゼンする松プレ、今日はこちらです。冬のボーナス大調査です。皆さんいくらくらいもらって何に使うのか、人にはなかなか聞きづらいけど気になることを街で伺いました。冬のボーナスについて伺ってるんですけど、こちらの男性は公務員、日本周辺の海で違法操業をしている外国の漁船を取り締まる仕事をしているそうです。今年の冬のボーナス大体どれくらい、言える範囲で構わない、大体、40いくつですね。あ、そうなんですね、はい、増減としてはいかがでした、ね、ちょっと上がりました、はい、去年より少し上がったというボーナスを使って今日買い物を、今日誕生日なんで、おめでとうございます。ずっと欲しかったんですか。そうですね、ナイキが好きなんで。かっこいいですよね。誕生日も重なって早速2万3000円ほどのスニーカーを買っていました。こちらは不動産関連の会社で働いている60代の女性。ちなみにボーナスは、はい、大体おいくらくらい。25ぐらい。あ、そうなんですね。この女性もこの日ボーナスを使って買ったものが、ベストは完売の、あ、かわいいでしょ。ちなみにこれおいくら。これは4万9000円プラス消費税。テレビドラマの登場人物が使っていたバッグでずっと欲しくて探し回っていたそうです。もうネットで見学してもどこも完売完売で、でパッと入ったらハッと思って買いました。今日明日だったらありませんでしたって言われたのでラッキー。やりましたね、はい、ボーナスが出るには出ても生活は厳しいという人も。自分その正社員じゃないので、まあ、夏冬ちょろっとは出るんですけども、ちょっと2万ちょっとほど出まして。そうなんですか。はい、やっぱり苦しいです。私まだ独身なんですけど、やっぱ苦しいですね、すごく。ちょっとあまりちょっとよろしくなくて、10万とかそんな。何か使い道って決めてらっしゃいます？ちょっと、まあ、生活費の足しかなっていうところですね。中にはこんな人も。ボーナスはあるんですか？ないです、自営なので。はい、ないです。美容関連の自営業ということでボーナスはなし。この日は年末ジャンボ宝くじを人生で初めて買ったそうです。今年もいろんなことがありまして、まあちょっと初めて詐欺に遭うっていうのが。いくらくらいですか？50万くらいと最近2万。ネットのサポート詐欺などで50万円以上の被害に遭ってしまったのです。じゃあもうそれを取り返す意味でも。そうですね、それにかける思いは。そうですね、お願いします。神社お参りしました。あ、そうなんですか。一方、困難を乗り越えて高額なボーナスを手にした人も。飲食チェーンの社員だというこちらの男性は。今年の冬のボーナスっていくらくらい。多分まあ150ぐらいだと思う。毎年そういう感じなんですか？いやいや、コロナが終わってようやく。もうコロナの時はもうなかったです。あ、コロナの時なかったんですか、はい、会社もなくなる勢いでしょ。エリアマネージャー。コロナ禍の3年間はボーナスは一切なし、会社も倒産寸前だったといいます。でもまあコロナが終わって、まあ飲食店でまあぼちぼちそのまあお客様に戻っていただいたのと、あとまあインバウンドのお客様とかもですね、だいぶ増えてあるんでですね。ちなみに今年のそのボーナスの使い道っても決まってらっしゃいますか？いや、もう全然多分使う暇が、年末年始も休みも何もないんで、はい、あ。こちらはエネルギー商社に勤める男性とその奥様。ボーナス支給額は100万から200万の間。そうなんですね。それは増減としてはどうなんですか？去年とですか？はい、ちょっと増えてるかな。あ、そうなんですね。まあ、会社の売り上げも上がってましたし、利益も上がってたので。こちらも景気は上向きのようです。使い道としてはどうしようかなって考えてます。えっと
革靴を買いました。あ、そうなんですか、はい。頑張った自分へのご褒美としてボーナスで買ったのは山陽山町という国内ブランドの高級革靴、91,300円です。ちょっと欲しかったんでずっと1年ぐらい考えてて買いました。奥様の使い道はというと、子供たちのクリスマスプレゼントに使ってるとか、結構高いものを言ってきてるんですけど。10歳と7歳のお子さんが今年リクエストしているのは、おもちゃとはいえ本格的な動画撮影や編集ができるカメラと、触るとおしゃべりするぬいぐるみだそうです。クリスマスだからそんなにこう予算とかは決めず、欲しいものを1年に1回なんて買ってあげたいなと思って。一方、親孝行な若い方もいました。ボーナス今日、今日支給が、はい、今日、あ、そうなん、2ヶ月分、2ヶ月分、そう、2ヶ月分、多分、うん、たらまあ50、もうちょっと、もうちょっと、うん、おお、使い道決まってます。半分貯金して、うん、半分ちょっと親にプレゼントしようかな。お、素敵ですね。看護師として働いているこちらの女性、冬のボーナスで毎年母親にプレゼントを買っているそうです。今年は何をあげる予定ですか？今年お財布をあげようかな。決まってます？どういうお財布でしょうか？いや、まだ確認してからあげようかなって、うん、どれが欲しいか聞いてからあげようと。予算とかもじゃああんまり決めずにですか？あ、そうですね、金額とかは決めずに、うん、あの母が欲しいものをあげてます。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。お母様だけですか？お母さんだけです。あれ、お父さんは、まあ、あげません。あげません。あら、お父さんかわいそうと思いましたが、実は父の日とお誕生日にはちゃんとプレゼント買っている。そうなんですよ、素敵ですよね。安心しました。相本さん、伺いにくいのですが、はい、ボーナスは出ましたか？あの、出ました、いただきました。そうなんです、はい、増減など含めて使い道いかがですか？うん、まあ、恥ずかしいですね、とってもね。いや、あの、うん、ボーナス出る前に、服を少し買いましたけど。ああ、そうなんですか、はいはい、そうなんですね、いいお洋服買われたんですね。いやいや、普通の普段着。普通の普段着ということですね。はい、では今年のボーナス全体としてどうなのか、帝国データバンクが先週発表した調査結果がこちらです。まず賞与ボーナスがあるという方は全体の割合でわずかに、はい、増えました。その中でボーナスが増えたという方の割合は高くなっていまして、この青ですね、特に旅館ホテルなどの観光関連などで高かったそうです。さらにボーナスが減った緑ですねという方の割合は全体で低くなったということです。まあ、つまり、まあ、明るい話というふうにも言えそうですが、その一方でこちら、実質賃金は19ヶ月連続でマイナスが続いているんですね。実質賃金とは給与額から物価の上昇分を差し引いた数値ですので、つまり給与が上がっても物価の上昇に追いついていないことを示しているんですね。生活としては貧しくなっているというふうにも言えるんですが、相本さん、このあたりどう分析されますか？そうですね、あの、春闘も、ね、賃上げ実現したし、ただ大企業の方は割とそうなんだけど、まあ、業種にもよるんでしょうけど、中小零細企業はなかなか厳しい状況があって、さらにはそのコロナ期の間にあのゼロゼロ融資って言って受けてたのの返済が始まって、こう資金繰り結構苦労しているところが多くて、なんか倒産も増えてるやに聞いてます。なので、まあ、そういう時にね、あの、自民党の裏金の話を聞くと腹が立ってくるんですけど、まあ、とにかくそのとにかく物価高に追いつく賃上げがやっぱり課題なので、賃上げしやすいように、中小零細企業が賃上げしやすいような環境整備を政治はしっかりやってほしいなと思いますね。そうですね、まだまだ手放しには喜べるとは言えないボーナス事情ではありますけれども、来年春の賃上げに向けていい方向へ進んでほしいと思います。